皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。ちょっと難しい話題なんですけども、オーバーワークについてお話をしていきたいなと思います。たまにね、話題になったりするんですけども、やりすぎたらやっぱりオーバーワークになるから良くないですとか、いやいやオーバーワークなんかないですよと、そんなただの言い訳だから、もうとにかくもう追い込んで限界に挑戦して頑張れと、そういう意見があったりとかですね、いろいろあったりするんで、今回はですね、私個人の見解ではあるんですけども、オーバーワークそもそもあるのかないのかとか、もしあるんだったらどういうふうにトレーニングやっていけばオーバーワークを避けられるのかっていうことをお話をしていきたいと思います。オーバーワークあるのかないのか、結論から言いますと、私はあると思ってます。医療の世界でオーバートレーニング症候群という症状名もついてます。実際にアスリートなんかでオーバーワークからオーバートレーニング症候群という症状を発症してしまうっていう事例って実は結構あるんですね。具体的にどういう症状が出るのかというと、例えば食欲がなくなってくるとか、こう精神的なものでいうともう無気力になる、うつ病みたいな状態ですね、無気力になるとか、で身体的な症状でいくと筋力が著しく低下するとか、怪我なんかもね、身体的な症状の一つに入ってくると思うんですけども、実はそういった形でオーバートレーニング症候群という名前がついているぐらい、実はオーバーワークから来るこう体の不調っていうのは認められているものなので、そういうところから考えると、あるかないかで言ったらそのオーバーワークっていうのはあると思うんですけども、ここからがね大事なところなんですけども、じゃあ趣味で鍛えてるレベルの人がそんなオーバートレーニング症候群を起こすレベルで鍛えられるかっていうと、なかなかそれは難しいと思うので、基本的にはなるべく自分を追い込んで頑張ってトレーニングをしていくっていう気持ちを持って毎日トレーニングを頑張るべきかなと思います。趣味でねジムに通ってるとか、ちょっといい体になりたくてジムに通ってるっていうレベルの方はもちろん、競技に出たいと思ってトレーニングしてる方にも当てはまると思ってます。私も、自分自身のトレーニングの時はなるべくしっかりね自分を追い込んで頑張るっていう、こう心持ちでトレーニングをするようにはしてます。なので基本的にはオーバーワークとかを気にせずに、しっかりトレーニングで追い込んで一生懸命トレーニングをするという心構えでいていただくっていうのが第一です。トレーニングの量が足りなければ体って変わっていってくれないで、やっぱりしんどいことを、頑張るっていうのがこうトレーニングの基本ではあります。ただしっかりトレーニングをした後で体を回復させるっていうことにも意識を向けていただいて、当たり前ですけどトレーニング終わったらしっかりご飯を食べる、栄養補給をする、で睡眠時間をなるべく長く確保する、栄養補給と休息も気を使っていただいてトレーニングに取り組んでいただくっていうのを意識をしていただいて、もしトレーニングをしていてなんかいつもと違うなと、トレーニング終わった後、疲れたとか筋肉痛が来たとか、そういうのは皆さんよくあると思うんですけども、普段だったらこれぐらいの食事もう余裕で食べきっちゃうのに、もう食欲がなくて全然もう食べる気も起きない、そんな状態が2、3日続いてるとか、特に睡眠時間とか仕事のストレスとか変わってないのに全然力が入らない、ベンチプレス例えば80キロで10回3セットできてたのが、もう80キロで3回とか、それぐらいがもうやっと、そんな状態が2回3回続いてしまっているとかですね、逆にもう疲れてるんだけどなぜか眠れないとかですね、そういうようなちょっともう明らかにおかしいんじゃないかっていう兆候が出てきたら、しっかりトレーニング休むようにしてください。明らかに普段よりも違う、おかしいなっていう兆候がある時っていうのは、オーバートレーニング症候群を発症しかけているか、発症してしまっている危険性があるので、そういった兆候が見られた時はもう思い切ってトレーニングを休んでいただいて、しばらく様子を見ていただくっていう形で、普段とね違ったことが自分の体に起きてないかっていうことだけはしっかり注意深く見ていただきながら、基本的にはしっかり自分の限界に挑戦をして追い込んでいただくっていう、こう心持ちでトレーニングしていただければなと思います。あくまでね私個人の見解なので、オーバートレーニングなんかないですよとか、やっぱりねオーバートレーニング気にして普段からちょっとねセーブしてトレーニングすべきですよとか、各々の見解というのがあると思うんですけども、一つの参考にしていただければなと思います。それでは今回はオーバートレーニングについてご説明をさせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。